久々さっきぶりの配信です。スポンスポンさっきぶりよいしょ。ぶりですね、皆様。ちょっとやばい。こんにちは、こんにちは。誕生日おめでとう、ありがとう。つぽんつぽん。今日は香川県で研究セットを見てます。そうですね、今日は研究セット。炎上さん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。ポン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 。おつぽんおつぽん。今日はね、ツアーですね。こんにちは、こんにちは。こんばんは。リカさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。さっきメール送ったんですけど、届きましたかね。ゆひめかわち、ありがとう。めーと、ありがとう。先ぶり、先ぶり。シュワシュワ聞く、ファンタ、ファンタだよ。誕生日おめでとう、ありがとう。こんにちは、こんにちは。皆さん来てくださってありがとうございます。いい誕生日迎えれそうで、迎えれましたね、本当に。可愛い服ありがとう。誕生日おめでとう、もおめでとう出て、本当ですか。よかった、ケーキの写真のおめでとう出た、よかった。夏のツアーのガラポンで、ひめかちゃんとゆきりかさんとなっちゃんさんのサイン入りがあって、いいですね、めっちゃ。ボン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 、誕生日おめでとう、ありがとう。ファンタ何味。ファンタは普通のファンタ、グレープ味。この名前書いたのでね、後で見てほしいなって。ボン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 、かわいい、ありがとう。そう、さっきね、配信して1時間休憩した時にね、もうね、一瞬寝た。りょさん、クラッカーありがとうございます、ありがとう。素敵な一年になりますように。そうですね、誕生日おめでとう、ありがとう。スバルさん、ハッピーバースデーケーキ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとう。じゃあね、楽しい、楽しみだった誕生日。こんにちは、こんにちは。ちょっと風船がね、めちゃくちゃ落ちてるんで。さあ、さっき配信さ、終わってやったの、したら50回いけたんだよ。ライカさん、フォローありがとうございます、ありがとう。うっ、危ない。あ、無理だった。あは、あ、奥行っちゃったよ。可愛すぎて画面アップで見てる、嬉しい、嬉しすぎる。ハートもあるからさ、これ難しい。見て、このちっちゃいのもあるんですよ。ちっちゃいのでやりたいと思います。1、2、3。ちっちゃいのむずいかも。こんにちは、こんにちは。おつぼん、おつぼん。
誕生日おめでとう、ありがとう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あーむずいね。誕生日おめでとう、ありがとう。こんな可愛いみぽんは家族が羨ましいの。本当に私を産んでくださったお母さんが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、あーあーダメだった。戻ってきた。あ、戻ってきてなかった。おつぼん、おつぼん。風船突然割れた時あるから気をつけて。そうだね。誕生日おめでとうございます、ありがとう。つぼんつぼん。もめ想像をはるかに超えるケーキ。本当に誕生日おめでとう、ありがとう。つぼんつぼん。誕生日おめでとう、ありがとう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 、
ありがとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、今日みきやくんさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。でかいでしょこれ。これはあのあれですね、14歳です。隠れてる。誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。おつぼんつぼん、やっほー。1、2、3、4、あ、1、2、3、4、5、6、7、
33ですね。なかなかむずい。ボンボン。青と白のコントラスト、コントラスト。そう、水色とか青系の色が好きなのでそれにしました。これはなんか全部水色とかだったら気持ち悪いかなと思って、これは銀にしました。ちょっとでかすぎますね。ほんまほんまほん、やっほー、お腹すいたな。ボン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 。いや。ボン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 。ズボン、ズボン、やっほー。スポンです。皆さん来てくださってありがとうございます。ありがとう。ポン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 、やっほー。あらま、おつぽんおつぽん、やっほー。皆さん来てくださってありがとうございます。インパルスさん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう。今夜ご飯食べてるのでコメントが難しいです。あ、了解です。じゃあ見てほしいな。ポン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 、おつぽんおつぽん。黄緑色はないの？今日は、今回はみえが大好きな水色だけにしました。来年は分かんない、来年も多分、あ、分かんないけど、来年は風船じゃないかもしれない。ハートちゃんがあるんですよ。のり弁速攻食べた。え、ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。皆さん、夜は何するの？なんか夜ご飯を食べたいんだけど。ママがね、今買いに行ってくれてて、ちょっと届く、なんか間に合うか分かんないかなっていう。なんか17時は絶対間に合わないって言われちゃった。こんにちは、こんにちは。おいら、まだ夜ご飯食べてない。そっか。14歳は死者誤入したらまだ10歳死者誤入。そうだね。インパルスさん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。皆さん来てくれてありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとう。ポン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 。ちょっとね、汚い、ちょっと部屋がね。ポン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 。今日は大好きな何食べるの？え、わかんないんだよね。ママがまだ来てない。カニ、カニふみおさん、ハートありがとうございます。ありがとう。14年前は2から3ヶ月の間隔。嘘。もうね、めっちゃね、覚えてない、記憶がない。でも本当に一瞬だった気がする。1年大変。ご飯配信難しいかも。え、わかんない。多分ご飯間に合うけど、ちょっと遅くなるかもしれない。だからみんなで雑談しとこ。あー、惜しいね。今はこうやって、こうして、あ、これは無理だ。
部屋が風船だらけになっちゃってる。ミーポンの広島ツアー公演で振る、公演当たれば、当たればそうだね。あつぼんあつぼん。誕生日おめでとう、ありがとう。さゆっちょさん100回目の訪問ありがとう。あ、15分経過しました、ありがとうございます。118日目、私の数だけ風船ポンポンすると何かがある。そうなの、いいことがあるってこと。誕生日おめでとう、ありがとう。今年の夏はお祭り行けた、行けてなかった、行きたかったんだけど行けなかったです。かわいいかわいい、ありがとう。誕生日おめでとう、ありがとう。来年の誕生日も中学生、若い。でもね、来年は中学生のちょうど受験生でどうなってるんだろうね。青だらけ、そうなの、青が好きだからね。お誕生日おめでとう、ありがとう。 Happy birthday、 今日は一年にたった一度の君のそばにいてくれる気持ち、贈り物ば。これはね、すごくない、これ見て、青がね、これが例えばほら見て、わかるかな、すごい中にねキラキラが入ってるの。ポン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 、ヤッホー、来てくださってありがとうございます、ありがとう。誕生日おめでとう、皆さんありがとう。誕生日おめでとうってさ言われるの一番嬉しいね、ありがとうございます。よいしょ、ペンライトの黄緑は飾らないの、飾らないの。今年は、今年は私が大好きな水色だけなの。黄緑はね、カッパちゃんっていう色で黄緑にしたの。14歳の誕生日プレゼントで一番欲しいものは、私もゲッチュしちゃったんですよ、ママにね買ってもらったんです。おつぼんおつぼん、やっほー。誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。背もたれがないから腰が痛い。風船で背もたれ作ろうかな、割れちゃうかもしれない。ふう、腰が痛い。今年はファンの方々がたくさん誕生日してくれて、そう本当に嬉しい。何を買ってもらったの、靴を買ってもらいました。あのエアホースっていう靴がずっと欲しくて、ずっと欲しくてやっと買ってもらいました。エアジョーダン1ってやつとエアホースっていうのがあって、その中のエアジョーダンじゃなくてエアホースを買いました。1年前より大人になった時間かかるかな、でもめっちゃ大人になってる気がする。腰が痛い。エアホース良そうな靴、そうなんですよ、ナイキのエアホース、そうですよ、ずっと欲しくて、でもなんかなかなか買う機会なくて、今年はそれを誕生日プレゼントにしてもらいました。じゃあこんにちは、誕生日もやった、ありがとう。あと服も買ってもらいました、服はもう欲しかったからね。
誕生日おめでとう、ありがとう、皆さんありがとうございます。エアホース買っていただきました。もうマジでね、かわいい。また紹介するね、プレゼントを紹介します。また足のサイズは 23.5 ですね。意外とでかいんですよ。誕生日おめでとう、ありがとう。ニューポンズになった、ありがとうございます。ありがとう。普通やん、嘘、 23.5 って普通なの？大きいかと思ってた。23.5cm ですね。そう、でもなんか 24cm の靴もあるけど、24だと足がカポカポなってめっちゃでかいなって思ってます。こんにちは、こんにちは。23.5 なんだね。普通だよ、普通なんだ。普通か、むしろ小さい。嘘、それはないでしょ。髪の毛巻くとか言っても巻けなかった。ピスケさん、ラッパじゃない、ちょっと待って、なんだっけ、クラッカーありがとうございます。パン、ありがとう、ありがとうございます。ハッピーバースデー今日は 23.5 なら身長も 150cm を超えそうだね。超えそうっていうか 150cm 全然超えてるんだよね。じゃ、身長めっちゃ急激に伸びて153だったんですよ、前まで。なのに157になってて今。いや、もうちょっとでかくなってるかもしれないんだけど、超びっくりって感じ。めっちゃ急にね、でかくなったの。24.5 から 25.5 が女子で、平均がそんぐらいってこと。かなえちゃんに聞いたら分かるよ、足のせい。かなえちゃんは何センチ？真っ黒な黒髪、うらやましいよ。すごい、地毛がめっちゃ真っ黒で、でもちょっと茶色、焦げ茶みたいなところもあれば、めっちゃ黒いところもある。成長期、めっちゃ伸びた。そう、めっちゃ伸びたのを見る。びっくりするぐらい伸びました。じゃあ今からちょっとアンケートみたいに取るんだけど、ちょっと待ってね、何を言おうとしたっけ。くしゃみでそう。だから8月から4月、ちょっと待ってね、誕生日が8月から9月の方と8月19日今日お誕生日の方、8月11日の今日と8月から9月のくらいのお誕生日の方はちょっとコメントに書いてほしいなと思います。そしたらちょっとスペシャルをやろうと思います。今月来月のお誕生日の方は今コメントしてほしいなと思います。お誕生日おめでとう。リアちゃん来てくれてありがとう。リアちゃんが来ました、ありがとう。リアちゃんありがとう、嬉しい。
ありがとう。 LINE もさ、めっちゃ嬉しかったよ。リアチュー来た、リアチュー来た。これからもよろしくね。ありがとう、本当にありがとう。もうマジでね、泣きそうになりました。ありがとう。リアチュー来ました。みーぽん乙女座、みーはね獅子座ですね。おつぽんおつぽん、リアちゃんが来ました。リアさん、リアちゃん来た。リアチュー、リアちゃんありがとう、来てくれて。仲良しだね。それはもうね、みーとリアちゃんの仲なので仲良しですよ。8月から9月のお誕生日の方と、8月から8月11日の今日のお誕生日の方はちょっとコメントをしてほしいなと思います。コメントをしてくれたらこれがいきますよ。バーンいきますのでね、ぜひ。ボン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 。そう、でも先着様10人ぐらいかな、やって10人ぐらいの方々ですね。チューポン、チューポンです。9月6日誕生日です。カニフミオさん、オッケー。じゃあやっていきたいと思います。そう、でも先着順かな、先着順ですね。そうだから今見れてる人はラッキー。カニフミオさん、おめでとう。カニフミオさん、9月6日6日誕生日おめでとう。ね、ちょっとね、このクラッカーを買いすぎたんで。おめでとう。カニフミオさん、9月6日お誕生日おめでとうございます。来月ですね。じゃあまだもうちょっとだけど、おめでとう。じゃあ行きますよ。カニフミオさん、お誕生日おめでとうございます。これでした。うわくぜー、おめでとう。9月6日、そう、本当に先着順なのでね、10人ぐらいかな。これで次はインパルスさんですね。インパルスさん、9月生まれ。あ、9月生まれ。ハッピー。あ、間違えた。バースデイ。おめでとう。インパルスさん、9月なんですね。お誕生日おめでとうございます。おめでとう。いきます。インパルスさん、9月お誕生日おめでとう。見て、煙が出て。はい、9月ですね。いいね。はい、じゃんじゃんいきましょう。はい、2回1、2、はい、これにしようかな。あ、これにします。じゃあ次の方はコッサーさん、コッサーさんいきます。コサッサーさんでした。コサッサーさん、コサッサーさん、
9月21日おめでとう。コサッサーさん、9月21日がお誕生日おめでとう。それじゃあいきます。コサッサーさん、お誕生日おめでとう。いい感じ。たたしょ、よい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 しょ、楽しいね。はい、じゃあともっちさん、ともっちさん9月12日いけます。8月から9月の方と8月11日今日誕生日の方はクラッカーでお祝いしてるので、ぜひぜひぜひ9月12ともっちさん、ともっちさん、そう、結構9月のお誕生日の方多いんですね。9月12日おめでとうございます。ハッシュタグともっちさん、9月12日ハッピーバースデーおめでとう。もうちょっと先だけどね、まあ、まあまあまあおめでとう。いきます。ともっちさん、ハッシュタグともっちさんお誕生日おめでとう。早めのお誕生日祝いです。じゃんじゃん行っちゃいましょう。はい、次声が今よかった。次たけるくん、そう、たけるくんはね、見ると同じお誕生日ですよね。そうなんだよね、たけるくん。8月11日ハッピーバースデー。そう、ちょうど今日なんだよね。ハッピーバースデー、たけるくんおめでとう。当日、今日ですね。おめでとう。おめでとうございます。それじゃあ行きます。たけるくんお誕生日おめでとう。どう？あ、これは飛んでいくやつだった。1、2、1、2、3、4、5。あと5人です。うん。もういないですかね。いないかな。広島パルコのお化け屋敷インポイントし、そう、あのね、友達に誘われたの、それ行こうか迷って、ちょっと怖くないってなって、どうしようか迷ってる。ポン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 、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。じゃあリオさん、9月、はてな日、9月ですね。じゃあリオさん、ありがとう。9月でいいですね。じゃあ9月、ハッピーバースデー、おめでとう。おめでとう。りょうさん、9月のハッピーバースデーの方、誕生日おめでとう。ちょっと早め、おめでとうございます。どれにしよう、これ。じゃあこれにします。いきますよ。
ラオくん、リュウさんお誕生日おめでとう。うん、めっちゃ今うまかったくない？おめでとうございます。スポンスポン、誕生日おめでとう。こちらありがとうございます。今日と9月生まれの方、誕生日おめでとうございます。そうですね、今日と、あ、今月と来月のお誕生日好きの方、おめでとうございます。素敵な1年にしていきましょう。 1,2,3,4,5 あと4人ですね。インパルスさん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう。カニフミオさん、ハートありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとう。キットさん、ハートありがとうございます。ありがとう。自分2月前やった。マジ？誕生日おめでとう。こちらこそ。おめでとう。ポンポンポン。誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとう。こちらこそ。おつぽんおつぽん。9月生まれでよかった。誕生日おめでとう。誕生日は2週間前やった。マジ？え？でも8月だったらいいんだよ。8月だったら何でも。8月の誕生日だったら OK。 あ、でも2週間前って誕生日7月なのかな。8月だったらあれだけど。おつぽんおつぽん。おのぴーさん、ケーキありがとうございます。ハッピーバースデーのケーキありがとう。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。ポン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 。ティアラ、ティアラなんです。あやじいさん、ハッピーバースデーケーキありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ラムネくんは何月生まれ？ラムネくん10月生まれですね。10月23。あやじいさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあもう8月9月のお誕生日は、お誕生日の方はいないということで OK ですかね。カニフミオさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあぶっちゃーどうしようか。ポン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 。じゃあいないんですかね。ポン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 。皆さんお誕生日ありがとうございます。皆さんってことは一応ミーも入ってるからありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。はい、じゃああと4人ぐらい9月8月のお誕生日好きの方を聞こうと思ってたんですけど、いないということなので4人だけ言ってくださったら誕生日を書いてバーンやりたいと思います。誰かいませんか？4人ですよ、4人。4人しかいないからね。そう、本当に早い人順にしようと思います。何月でもいいよ。1月から12月まで。ポン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 。目に入った人にしようかなと思います。もうシュシュシュって言って目に入った人にしようと思います。なので1月から12月の人、ぜひぜひ。はい、これは3月。ホカッチャさん3月ですね。じゃあ3月書きたいと思います。3月か、そうなんだ、最近だね。最近でもないか。ホカッチャさん、3月おめでとう。ハッピーバ。じゃあもう終わったんだ。じゃあ遅めのハッピーバースデー。あ、そうか、遅めのハッピーバースデー。じゃあ遅生まれってこと？遅生まれなんだ。ホカッチャさん、3月のお誕生日の方おめでとうございます。おめでとう。
これでいいかな。フォカッチェさん3月お誕生日おめでとうございました。うん、注目ない？今のほらほらほら、え、めっちゃうまくない？普通に天才すぎているけん。ツナマヨさん2月、2月ですか、2月。よいしょよいしょ、はい、ホカッチェさんおめでとうございます。はい、次ツナマヨさん2月、ツナマヨさん、ツナマヨさん2月、ハッピーバーおめでとう。ツナマヨさん2月の誕生日の方おめでとうございます。おめでとうおめでとう。はい、じゃあこれにしようかな。オレンジで。ツナマヨさん2月の誕生日ということでおめでとうございました。うわ、めっちゃ飛んでっちゃった。これは飛ぶやつでしたね。はい、ツナマヨさんおめでとうございます。カミテルさん、カミテルさんです。よいしょ。1月ですか。1月か、いいですね。お友達に1月のお誕生日の子少ないんですよね。1月おめでとう。テレさん1月のお誕生日の方ハッピーバースデーおめでとうございます。おめでとう。1月いいね。おめでとうございます。それじゃあどれにしようかな。これにしよう。はい、カミテレさん、1月のお誕生日の方おめでとうございます。カミテルさんおめでとう。え、待って、上手くなったかい。普通にめっちゃ上手くない？はい、カミテルさんおめでとうございます。ローキッチさん、これが最後の方かな。ロキッチさん、ロキッチさん、ロキッチさんですね。ロキッチさん、ラム君どうしたの。7月27日ですね。あ、29日でした。7月29日、ハッピーバおめでとう。はい、ということでロキッチさん7月29日、最近ですね。お誕生日おめでとうございました。うん、はい、ピンクです。ロキシさん、お誕生日おめでとうございました。めっちゃ上手くない？待って。上手すぎ案件かも。
はい、ということでその10人でした。皆さん言ってくれてありがとう。そうね、あのクラッカー大好き人間なのでね、谷文雄さんとインパルスさんとコサッサーさんとともっちさんとたけるくんさんとよさんとふかっちゃさんとつなまやさんとかみてるさんとろきちさんでした。おめでとう、みんなおめでとう。誕生日本当におめでたいですね。やっぱりこういうのはそうですね。誕生日おめでとう、ありがとう。ポン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 、もう全員に向けてだね。そうだね、こんにちはこんにちは。ポンポンが加入した時にお誕生日終わってた。そうなんだ、そっか。3月生まれは早生まれだよ。早生まれって何、早生まれってどういうこと。こんにちはこんにちは、あつしさん虹色の星ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あつしさんペンライトもありがとうございます。ありがとう。虹色のペンライトありがとう。あつしさん黄緑色のペンライトもありがとうございます。2月生まれ3月生まれは早生まれという。そうなの、え、早生まれってどういう。こんにちはこんにちは、誕生日おめでとう、ありがとう。こんにちはこんにちは、え、え、2月と3月はさ遅生まれじゃないの。いや遅生まれって教えてもらった記憶しかない。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとう。こんにちはこんにちは、お誕生日おめでとう、ありがとう。皆さんありがとうございます。ボン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 、あつぼんあつぼん。ロキチさん、クラッカーありがとうございます。バン、ありがとう。うまくなってる、嘘、ほんと、やった、ボン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 、ありがとう。いえいえ、こちらこそ。QT8G さん、初見の方こんにちは、ヤッホー。2月は早生まれやで。そうなんだ、分かんなかった。誕生日おめでとう、ありがとう。誕生日おめでとう、ありがとう。一般的には早生まれかな。そうなの、みゆ早生まれの、早生まれっていうのが分かんない。あつしさん、グーグーありがとうございます。グーグーありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、同じ学年の4月、4月から12月に生まれた人と比較して、生まれてから入学するまでの期間が早いからやで。生まれて、ん？生まれてから入学する、あ、そういうこと？へえ、難しいね、よくわかんないや。でもさ、みゆさ、1月から始まったらさ、普通さ、なんかあの1月の人の方が年上なのかなって思ってたけどさ、違うよね、難しいね、難しい。ちょっとみ、ペン回しができるようになりたくて最近。あらららら、むずいね。学校が4月から始まるからね。約1年違うと体格も負けちゃうのに、よくわかんないけど。まだかな、お腹空いたんだけど。2010年3月までの人とみゆぽんの仲間じゃな、そうだね、2010年の人とみゆは09、010世代っていうやつで、2009年と2010年の人が同じだから09、010世代っていう、09、
10世代っていうらしいです、ミュウの世代を。セイクリンさんペン回し前よ、そうなの、教えてもらいたいんだけど。1月1日生まれが一番早く生まれてるやん。そうなの、わかんない。みる誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとね難しいよね、やっぱりなんとかなんとか。ハッピーバースデー、誕生日おめでとう、ありがとう。09、10世代09は2009年と、あの10は10世代10世代10 誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。皆さんは本当に、だからミュウの1個下の人とかは 0じゃないんだよ、もう10と11世代で、もう1個下は11、12世代。やばいよね、もうダメだ、ミュウは。うわー、0っていう時点でダメなんだ、もう09ダメなんだよ、もう。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。風船にお絵かきしたいんだよね、ミュウ。さて失敗するか成功するか。いてててて、見えますか、ミュウハッピーバー。10と09って響きが違うよね。そうなのよ、本当に。油性だとバレないかな、え、バレるの、怖っ。まあ大丈夫な予感がする。サイン入れたら、そうだね、10と09、うん、もうすぐ令和生まれのアイドルが出てきそう。確かにね、だって今令和何年、すごいよね本当に、なんか時を感じる。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。サイン書いてくれてるね。だだだん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 、ミュウのサインだよ。いりますか皆さん、いりますよね誰もいらない。令和5年、5年なんだ。誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。誕生日迎えました。あつしさんハートありがとうございます、ありがとう。いります、いるんですか、じゃあぜひもらってください。応募の宛先教えてねマジ、あー、今なら無料でこの風船をプレゼントしちゃいます。よいしょ、早くて令和15年 STU にも令和初のアイドル誕生かな。え、その平成、令和15年の時ってミュウ何歳なんだろうね。もうね、多分ね、もうね、
何歳なんだろうな。じゃあ今からミオを描いていくね。ちょっとやばいかもしれない。難しい。ティアラが描けないよ。眉毛が太いのがちょっとね。だだーん、みゆです。どう、似てます？ちょっと目パッチリ描きすぎとか。何チャイになったの？14チャイです。宛先送ってミンポンズになった、ありがとう。ポンポンがつけてるティアラ希望。これが欲しいんですか？ティアラいります？ティアラなんていりますか？つけますか？誕生日おめでとう、ありがとう。自画像描いてみた。ミーポン羽ばたかせたい、羽ばたかせたい。令和15年、ミーポン24歳。恐ろしい。11年経つってこと？違うね、10年か。ポンポンのティアラを希望します。かわいい、ありがとう。タコ踊りして、本日もやってまいりました、タコ踊り。ねえねえ、絵がね本当に下手くそなんですよ。絵ってぐらい下手くそで、マジで途中どう何を描いてるのか分かんなくなる。むずいな。できました。筋肉マン描いて。筋肉マン、ただみゆです。足がやばいんだけど、こんな感じで似てますか？めちゃくちゃ下手くそ。あつしさん、クラッカーありがとうございます、ありがとう。めちゃくちゃ下手くそなんですけど、できま、あできました。やっほー、みゆねーす。はい、今日誕生日迎えました。イエーイ。
そっくり、本当？インパルスさん、水色のだるま、ありがとうございます。ありがとう。ナナピさんと同い年でよかったね。色教えてくれそう。本当に同い年でよかった。はは、今日主役の梶原です。え、もうみんな揃ってる感じ。やっほーめっちゃ下手くそ。お誕生日おめでとう、ありがとう。おはまる、おはまる、おはよう。落ちるかな、これ大丈夫？危ないかな。あ、あ、じゃあ次は何を書こうかな。何かリクエストありますか？誕生日おめでとう、ありがとう。日本画伯、画伯、皆さん何か書いてほしいものはありましょうか。今なら本当に無料で絵を描かせていただいておりますので、ぜひぜひ。似顔絵はこれです。誕生日おめでとう、ありがとう。カッパ、カッパか。風船の絵めっちゃ上手、メールで送って。えマジ？誕生日おめでとう、ありがとう。ツポンツポン。じゃあ書いていきたいと思います。カッパ、カッパは書けるかな。カッパね、似顔絵がないと分かんないんだよな。カッパってどんなのだったっけ。わかんない、カッパどうなんだっけ。ナーピさんとは仲良くなった。え、なんかでも話すようにはめっちゃなんか話しかけてくれて、自分的には仲良くなったかなって思ってるけど、勘違いだったら悲しいから。おつぽんおつぽん。リアチュー、リアチューか。WW リアチュー書いていいよ。カッパですよ、皆さん。ほっぺがあるかな、ほっぺ、ほっぺ。で、キュウリを持ってますね、この子は。やばい、キュウリがぶとぶとキュウリになっちゃった。こんな感じですかね。カッパチンです。さすがに可愛すぎ。じゃあメンバー全員描こうかな。描けないか。あつしさん、ハートありがとうございます。ありがとう、可愛い、ありがとうございます。おかえり。カッパです。食べ物が届いたかも。後で。起きた。え、ありがとう。今よ待って、食べ物が届いちゃったよ。え、わっ、ボン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 、ヤッホー。ママが買ってきてくれました。じゃあいい、食べて。いただきます。私が大好きなタンがある。わーい、タンにはレモンいっぱいかけるよね。やばい、幸せタン。
中に出るロール巻き、お寿司、ウェットティッシュ、最高、ご褒美、ごちそうだごちそうだ、やったーやったー、よいしょ、ちょっと足がしびれちゃった、よいしょ、やばい。ジェイナスさん、初見の方こんばんは、いただきます。最高すぎる。どずれしてる？マジ？おいしい。誕生日またありがとう。ちょうだい。タンは絶対あげれないかも。あ、サッチーさんから LINE でウータンを埋めてきた。うれしい。おいしい。あ、そっか、充電器抜きさせば乗る？めっちゃおいしい。MARS さん、あの初見の方こんばんは、やっほー。あついさん、金のマイクありがとうございます。ありがとう。ミポンのアクスタ届いた、ありがとうね。え、最高、ありがとうございます。ちょっとレモンが足りないのでもうちょっとかけます。ね、レモン、タンには絶対レモンの人間なんですよ。めっちゃ美味しい。ちょっと美味しい。うまっ、うまっ。美味しすぎますね。ニューポンズになった、ありがとう。訪れ治ってないよ、嘘、マジ。訪れしてる、やばいじゃん。どうしよう、どうやって治せばいいんだろう。タンめっちゃ好きなんですよ。ミュー、カニフミオさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。更新ボタン押して、更新ボタンってどこにあるの、更新ボタン、変形、更新ボタンがないんだけど、訪れこっちはしてへんで、え、嘘、してる人としてない人がいるって、おいしい。あ、最高。
俺の場合靴ずれが痛いですもう全然違う。3本のところにえないんだよね。今配信してるからこれ切っちゃうことになっちゃう。誕生日おめでとう、ありがとう。あつしさん、ココナッツのジュースありがとうございます、ありがとう。ハートマークの横に立てるやつ、え、なんかね、ないんだよね。ないの。あるんだけど今これやっちゃったら多分ね切れちゃう。自分も訪れない、嘘。配信バター更新ことはないだよね。配信がないよね。あるけど今はやっちゃったら切れちゃうと思う。じゃあお寿司食べようと思います。これはサーモンですね。いただきます。うまっ。誕生日おめでとうございます、ありがとう。リポン誕生日おめでとう、ありがとう。みんなありがとう。おでこさん社員さん、クラッカーありがとうございます、ありがとう。おいしい、うまいでしょおいしい、さくらんぼ。おお、見て黒いさくらんぼが来た。ごちそうだ今日は。うまっ。ミューポンってお寿司の中で一番好きなお寿司は何ですか？ミューはもう絶対ウニが大好きなんですよ。でも今回のやつにはウニは入ってません。今回はサーモンとマグロとネギトロみたいなやつと巻き寿司みたいなやつですね。うますぎる。誕生日の日は毎年豪華、毎年豪華。めちゃ握手してる、めっちゃ美味しい。わさびはつけ、わさび食べれない。寿司ロー、寿司ロー美味しいよね。やばい、くしゃみが。やっほー、たまに止まったりしてる。マジで結構やばいね。どうしよう、どうすればいいんだろう。うん、うまっ。さくらんぼ。うん、酸っぱ。うん、酸っぱい。生姜は好き。生姜も食べれない。生姜も食べれないのに、食べれないものは結構あるかも。美味しいもの食べたら宿題頑張りそうだね何のこと。誕生日おめでとう、ありがとう。めっちゃ好きなネタばっかりやん。本当？ありがとう。
黒いぶどうって初めて聞いたのかも。これね、さくらんぼなの。ぶどうに見えるけど、さくらんぼなの。ジャックさん、ホラーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。私さくらんぼ。私さくらんぼ。めっちゃうまい。それじゃあ、このサラダの包むやつを食べていきます。これめっちゃ美味しいよね。うまっ。今の方は配信止まったりしてない？してないんだけど。ミューしてない。今の時期ってバフンウニが美味しい美味しいし、ミュファンが今食べてるさくらんぼも今が美味しいんだって。そうなの？そうなんだ。これめっちゃ美味しい。なんか酸っぱいかなと思ったんだけど、結構甘いかも。スラスラ食べれる。中学生になって苦手な食べ物を克服しますか？していこうかな。まあね、する気になったらしようかなってところかな。かな。え、でも食べ物ってさ、好き嫌いじゃないやつもあるじゃん。
お腹少しめっちゃ空きましたか。うん、めっちゃ美味しい。お腹減った。マジ。ゆうさん花束ありがとうございます。ありがとう。キットさんハートありがとうございます。ありがとう。おつぽんおつぽん。お腹すいた。お腹すいたね。ひーちゃん今食べると寝る前にお腹空かないの。今だけじゃないから食べるのって。もちろん寝る前も食べるし、この配信が終わった後も多分食べます。ミッドナイトシュガーさんうまっ。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。苦手な食べ物ってあったっけ。あのレバーが食べれないんですよ。レバーが本当に苦手。あとウニがちょっと、これは好き嫌いじゃなくてアレルギーを持ってて、これは食べれない単純に。でも前あのなんかめっちゃアレルギーが出るってわけじゃないんですよ。アレルギーなんだけど、なんかそのめっちゃブツブツが出るってことじゃなくて、ちょっと喉と手が痒くなるってだけだから、まあ、いいかなと思って前宮島で牡蠣を買ったんですよ。そうウニじゃない、牡蠣がアレルギー、間違えた。牡蠣を買った時に全然でも食べれたんですよ。だからいけるかなって。これは食わず嫌いじゃない。椅子みたいで可愛いセリちゃんさんほらありがとうございます。ありがとう。おまこんばんは。タンは完食したの。タンは完食してないよけどね。もうね3枚しかないと。やばくない。食べちゃおう。タンも早く。おいしい。訪れ治らないと冗談壇上の時に大変よ。そうだよね。えでもなんか訪れしてない人もいればしてる人もいて、じゃどうすればいいか。俺も焼きレバー苦手。みーさん焼きも揚げもなんかレバー全部苦手なんですよ。3230突破メント3250皆さん来てくれてありがとうございます。ポン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 。インパレスさんハートありがとう。ありがとうございます。ミポンは旧市民球場跡地広島ボンダンス行く。えわかんない。えでも行く予定はないかな。美味しいか。美味しい。お誕生日おめでとう。ありがとう。イヤホン抜き出しすると治るとか。イヤホン今してなくて、あの充電器を挿したからさっき抜き差ししてみたんだけど、全然なんか変わったかなって感じ。わかんない。
朝はご飯派ですかパン派ですか食べない派ですか。エミュー、なんだろう、朝は食べないで行くんですけど、学校に持ってって食べるの。なんか休憩時間の合間合間、1時間ごとに合間があるから、50分、授業50分だから、その50分ごとの間の時に食べます。いつもでは癖があるから好き嫌いあるよね。そう、結構ある。小学校の時レバー出た時さ、給食でなんかさ、めっちゃおかわりする子がめっちゃ多かったの。レバーどこが美味しいのって言って全部ね友達にあげてました。屋台たくさんあるみたいだよ。え、それは行きたいですね。9あとっち、それしても一緒に食べるし、たくさん食べるの美味しいからね。レバニラかニラレバか、え、もうね、レバニラとかもう食べれない、食べれない、めっちゃ苦手。マジでね、苦手すぎの苦手かな。レバニラマジで食べれない。家とかでも出たらもう絶対食べれないって言ってる。だから違うのを作ってもらう。めちゃめちゃ美味しい。ママにお届けしてるか聞いてみて。ママ知ってますかね。ちょっと多分ママ見てるはずなんだけど、さくらんぼ。どうだろう。え、でも多分人によって訪れしてるか訪れしてないか変わってると思う。たこ焼き40個食べれるんだっけ。え、たこ焼きはね、わかんない、数えたことがない。カイトさん、かわいい。ありがとうございます。ありがとう。ナービさんと同級生。そう、ナービさんと同級生させていただいてます。レバー美味しいのに、レバー苦手。こんばんは、こんばんは。お誕生日おめでとう。ありがとう。47、475、ライダーさん。ありがとうございます。じゃあ、ご飯ですか、パンですか。え、でもご飯じゃなくてパンの方が多いと思います。梶山さん、お誕生日。梶原です。梶原です。大丈夫めっありがとう。レバーがダメならホルモンもダメ。ホルモンはギリいけるんだけど、でも最近ちょっと脂っこすぎて食べれなくなった。なんか天ぷらとかも最近食べれないんだよね。大丈夫めっありがとう。中2なら夏休みしかやってる。やってない、やってませんよ。もう指定できました。ミヤティさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。ももさん配信見てるの？わかんない。もし見てたら。アメリカンチェリー、多分アメリカンチェリー。宮城行ってきます。行ってらっしゃい。ミーポン、ハッピーバースデー。14歳のミーポンももっと輝いて楽しい1年になりますように。ありがとうございます。ありがとう。宿題しててきたやばい。まあ、
のぴーさん、ココナッツのジュースありがとうございます。ありがとう、誕生日おめでとう。ありがとう。やばい、タンがあと1枚しかない。もうこれはレモンかけまくって最後食べるべきだ。本当にタン大好きなんですよ。いただきます、最後のタン。いただきます。誕生日おめでとう、ありがとう。油がボンボンの年齢で無理とか、俺どうなるの？なんか無理っていうか、多分油物が多分苦手なんですよ。みえ、ポツポンポツポン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 、美味しそう、美味しいです。星集めてきた、ありがとう。太郎さん、初見の方、ボンボンヤッホー。ファンタです、今飲んでるものはファンタです。よいしょ、そうですね、ファンタです。めっちゃ美味しいのよ、美味しいのよ。あやばい、めっちゃ寝よって、やばいやばい、つかめない、やばい、めっちゃ醤油になっちゃった。見て、醤油、やばい、しょっぱ、うん、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。揚げ物も苦手、うん、揚げ物も苦手かも。タンも楽しいごめんなさい、タンも好きなんですけど、やっぱりウニだよね。タンとウニはもう最強。でも海ぶどうも好きなんですよ。あつぽんあつぽん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 、それだけ口の中入れてんねんまあまあ、めっちゃ美味しい。機械体操してた時、食事選手権してた。なんか体操してた時は筋肉がないといけなくて、もっと食べろ食べろっていう感じで、めっちゃ食べないといけなかったけど、だから食欲旺盛になったのかな。成長期だから担当食べ、そうですね、いっぱい食べちゃう。タン完食しちゃったよ。
ポンは大食いで美味しそうに食べる商品なんですか、分かってあげてください。でも私食べる分運動することも大好きなのでね、運動もしてますよ、ちゃんとランニングしたりいっぱいしてるので、食べた分やってるので、そうね、それは食べたら誰でもね太っちゃうので、食べた分運動してます、ちゃんと偉いでちょ。でも食べるのこ食べること大好きだからさ、食べるためにねちゃんと運動してるんですよ。友達に誕生日祝いで焼肉食べてってもらうなんて笑うくらい肉好きなんで、そうそうそう、お友達もお肉大好きだし、みーも肉大好きだから、その時はね、このあとケーキ、どうしようかな、サンプル誰からもらった、友達と友達と家族、誕生日8月1日誕生日の人に、そう、誕生日おめでとう、ありがとう、アイドル食べる運動イコールミー、そう、中学生で食事制限なんてしちゃダメだよ、毎食丼で3杯はご飯いかないと、そうだよね、だからみゆ食事制限なんてできないんですよ、食べ物を少なくするとか食べる量を少なくするとか、なんだろう、めっちゃなんかサラダだけにするとか炭水化物取らないとか、みゆ絶対できないんですよ、普通にご飯食べないと本当に倒れちゃうから、みゆはめちゃくちゃご飯食べる、だからその上めちゃくちゃ運動するっていうことをした上で体を保つようにしてます、じゃないとね倒れちゃうんだよね、いつもは意識してお肉我慢して野菜を多めに食べたりしてる、のんのんのマジで本当に本当にお恥ずかしい話なんだけど、マジでお肉我慢してとかマジなくて、今日あのハンバーグだよってやったー5個食べるとか、もうめっちゃそんな感じで、今日はとんかつ、え、マジとんかつ最高じゃんみたいなって感じで、絶対我慢すること私ないんですよ、我慢しない代わりに運動をするっていう、いっぱい食べる君が好き、いっぱい食べる君が好き、大きな一口食べるの大好き、そう大好きなの、こんばんは、こんばんは、いやこの後は締めのラーメンか、それはね夜中だから、夜中それしないでどうする、誕生日おめでとうございます、ありがとう、ケーキはチョコ派ですか、ケーキはフルーツケーキが好きです、三つ矢の三本の矢のサポーターさん、クラッカーありがとうございます、ありがとう、バン、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、3食食べてる方が痩せるよ、だよね思った、1日何カロリーぐらい食べてるの、え考えたこともない我慢はダメ、運動好きならそこで保とう、そう私はそういう風にやってます、じゃないと本当にマジで食べれそうになるから、
あのね、そういった食べ物を減らすようなダイエットはしない方がいいです。絶対に食べたら消費すればいいもんね。そうだよ。だからダイエットとかはしません。でもそんな代わりちゃんと運動するようにはします。キートさん、ハートありがとうございます。ありがとう。食欲に関しては男子中学生のノリや深夜のラーメン最高だよね。最高。でもラーメンよりカップ焼きそばが好きなんですよ。もう食べるの我慢できないって言ってたから大丈夫。そうだよね、我慢できないよね、まあ、成長期だからしょうがないよね。闇はその分運動してるから。果物食べてる人は太らない。そうなの。じゃあいっぱい食べとこう。風船が割れちゃう。満腹で眠くない今。ちょっとね、ちょっと眠いかも。誕生日おめでとう。ありがとう。だんだん携帯が下がってきてるよ。確かに。じいちゃんさん、初見の方、クラッカーありがとうございます。ありがとう。なる先輩さん、金のマイクありがとうございます。ありがとう。お寿司にないんだよな。ファンタグレープです。こんばんは。こんばんは。もうつまらないよね。そうだね。誕生日おめでとう。ありがとう。みーの年齢だったらダイエットは必要なさそう。必要かもだけど、運動するから大丈夫。必ず一口で食べる推薦コメント更新しました。ありがとう。釣りけんさん、クラッカーありがとうございます。バン、ありがとう。カッパ焼きそばカッパ焼きそば、カップね。 UFO かな。そう、 UFO そんな食べないかも。カッパ焼きそば普通盛り大盛りもあるよね。そうなの。いつも普通のやつしか。 UFO とかそういうの。 UFO はあんま食べない。なんか一平ちゃんをよく食べましたね。一平ちゃん家にいっぱいある。多分頑張ってもミーポンの3分の1くらいしか食べれない。嘘。マジ。そりゃ嘘だ。でも別にそんな食べてるつもりないんだけど、普通にさ、ちょっとしか食べてないって自分の中では思ってる。
じゃあマグロ行きたいと思います。美味しそう。いただきます。最高。あてしさん、水色のペンライトありがとうございます。果物か、カブツじゃなかった。ハンター、おかわりおかわり。あてしさん、黄緑色のペンライトもありがとうございます。うん、ファンタ 1.5 リットルのボトルなくなりそう。今ね、これなんだ、何グラム、700ミリグラムのやつがなくなっちゃった。700ミリリットル。いきます。ポン。満腹、満腹チュース。こんばんは、こんばんは。イグザンさん、初見の方、ポンポンポン、ヤッホー。こんばんは、こんばんは。お寿司。お寿司ファンタブドウ同時にいける人か。お寿司ファンタブドウ、でも三刀流。回転寿司最高何皿ですか。最高30皿ぐらいですね。一平ちゃん美味しいよね。まさかの一平ちゃん派、まさかのね。あれ、焼きそば UFO 好きです。マジ美味しいよね。オノピーさん、ココナッツのジュースありがとうございます。ありがとう。ちょっとではないよね。え、そうかな。本舗の食事の量なら俺は半分だ。え、塩焼きそばよく食べてない時。え、塩焼きそば苦手なんだよね。え、なんかなんで味ないんだろうって思っちゃう。まだまだお寿司あるの。ね、マグロが3貫とサーモン1貫と巻き寿司のサーモン2貫とネギトロ4貫です。昼の配信のケーキから始まって何を食べたか覚えてる？カマンベールチーズとじゃがりこ食べた気がします。ファンタのオレンジ味は疲労回復にいいよ。そうなの？疲労回復めっちゃいいね。トゥルトゥ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 。うん、うまそういや、今日の香川高原メンバー泊まるらしい。朝から名刺配りするのかな。名刺配りどうなんだろうね、わかんない。でも泊まりは聞いてた。本当にミーだけだよ泊まってないの。ずるいよね。おつぼんおつぼん。リアちゃんも泊まったのに。
うん、おいしい。誕生日おめでとう、ありがとう。本当に買いたいんです。30皿。30皿は俺でも無理。本当に30皿はね、余裕のよっちゃんとかなっては思いますね。でもなんか気づいたら食べきってた。デザートもでも合わせて30皿だから、多いのか少ないのかって感じ。完食できそう。どうだろうね、わかんない。これはちょっと完食はわかんない。塩焼きそばは味ないでしょうね。確かに味がない。なんかびっくりした、初めて食べた時。なんでこんな味ないんだろうと思って、んって思った。30皿はすごい。本当にありがとう。でもそんなすごいって思ったことない。ミポンとリアチを応援する、ありがとう。ぜひ10本コンビ応援よろしくお願いします。アテシさん、バラありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。サルさん、サリーさん、中継の方、ポンポンポン、ヤッホー。焼きそば濃いソースに青のりとマヨネーズをたっぷりつけるのが一番美味しいよね。それな、その食べ方が一番美味しい。おつぽん、おつぽん、ポン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 。通りすがりです、お誕生日おめでとうございます。お質問いただいて行きます。了解です、ありがとうございます。来てください。しんのすけさん、なんだっけ、クラッカーありがとうございます。ありがとう。ぜひ他の配信でも楽しんできてください。 STU の大食いやったら優勝できるかも。わかんなくない、でも、うん、AKB48 の山根すずはさんと佐藤キアラさん誕生日が同じなんです。そうなの、ミュと同じってこと。ミュも泊まろう、ミュも泊まりたかったの本当に。そう、あの3期のメンバーでミュだけが泊まってないのよ、やばくない。お泊まりしたかった、そりゃね、したかった。でもその代わりさ、その代わりあのね、まあ前いちごちゃん家にね、リアちゃんと泊まったし、いいけどね。誕生日おめでとう、ありがとう。ポン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 、こんばんは、こんばんは。美味しい。おつぼん、おつぼん。ファディさん、初見の方、おつぼん、やっほー。名前あってるか。小さい体のよく食べるね。大きいですよ、みゆ。
俺は最高で24皿出たと思いまして。マジで、あついさんクラッカーありがとうございます。パンありがとう。こんばんは、こんばんは。なんか ST48 でも48グループでも大会一周年、そうだよ、なんかしてほしいの。なんかスポーツか食べるものどっちかでしてほしい。でもなんだろう、球技が苦手。食べっぷり気持ちいい、ほんと。ほっぺたハムスター、ほっぺたハムスターだと。アメリカンチェリーたくさんある、そう、めっちゃある。カニフミオさんクラッカーありがとうございます。パンありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう。ソース焼きそばの後に塩焼きそば食べると無味、わかる、味しないよね。誕生日おめでとう、ありがとう。ケーキっても食べた、いや全部は食べてない、多分後でお姉ちゃんとママとお店で食べる。銀南さん初見の方、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ラッキーバースデートゥーユー、誕生日おめでとう、ありがとう。祭りは行った、そう今年の夏祭りまだ行ってないんですよ。行きたかった、でもどっかでやったら行きたいなって思います。え、広島のさ祭りさ、どこがあるのかわかんないんですよね。そう、みんなどっからさ情報をさ得てさ行ってるのかなって、お友達とか。マジでわかんないんだけど、みんも行った。誕生日おめでとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは。復活歌う郵便屋さんさん、フォローありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。おつもおつも。 FTU の大食いボンボンと、あと誰がいいか、みー大食いじゃないですけど、ね、全然ちごちゃん優しい、そうめっちゃ優しい。こんばんは、こんばんは。おこちゃんは学校です。でもね、聞いて、リアちゃんはね、リアちゃんはねめっちゃ泊まってるんだよ、愛媛の時とか。めっちゃじゃないけど泊まってたじゃん。ずるい、ずるすぎる。こんばんは、こんばんは。4123人とパメント4212人、皆さん見てくれてありがとうございました。小学生の修学旅行が広島で楽しかったな。そうなんだ。みーもね小学校の時はね、なんかあったっけ、小学校の時は私山口に行きましたね。山口のなんか動物園に行きました。めっちゃ楽しかった。さくらんぼを一気に食べる、さくらんぼ一気。あとね、何したっけ、あのね石をねやった気がする。石をね洗って、それは中1だったっけ、覚えてないな。誕生日おめでとう、ありがとう。おつぼんおつぼん。大食いやとみーちゃんが1位なのか、いやみー全然食べない方だと思うんですけど、逆に全然食べない方の人間かなって。リリハリルさんフォローありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。まだケーキ入るの、まあちょっと時間置いたら入るかな。こんばんは、こんばんは。私もみーちゃんと同じ8月11日生まれです。じゃあ今日誕生日ですね、おめでとうございます。みきーみきみきさん、お誕生日おめでとう。そうなんかね、みーとお誕生日同じの人結構いっぱい。おつぽんおつぽん、誕生日おめでとう、ありがとう。あつしさん、なにこれ、え、ジュース、青いジュースかな、ありがとうございます、ありがとう。おつぽんおつぽん。さっき言った広島市民球場があったところでボンのお祭りしてて、これお祭りなの、ボン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 。田中美穂さんが大食いだよね、すごいと思ってた。ボン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 。
ありがとう、こちらこそ。 AKB のずんちゃんもひーちゃんも8月11日です。そう、めっちゃ多いですよね。8月11日多分多いんですよ。あつしさん、ラブレターありがとうございます。ありがとう。はい、私のねハッピーバースデーの配信も残すところあと58分ということで、最終ん終わりに近づいてきました。皆さんお別れかもしれない。誕生日メントありがとう。あつしさん音符ありがとうございます。ありがとう。ここの画角可愛くない？ここら辺のこういう画角が可愛いかなって。光が多分あるから。こんばんは、こんばんは。ケンボーさん100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。テレビで見る限り屋台たくさん出てたよ。そうなの？行きたい。あと58分、ビエン悲しいよね。57分になっちゃった。え、早い早いよね。ポン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 、かわいい、ありがとう。マジで悲しい。渋沢ちちかわいい。本当ですか？ウレチーズ。虫がしぶれた。メンバーで誕生日一番、誕生日メール一番誰でしたか？ヒータンです。ヒータンがね一番でしたね。ヒータン、ヒータン、いちごちゃん、ヒータン、いちごちゃん、ゆいなちゃん、かなうちゃん、りあちゃんって感じかな。インパルスさん、ハートありがとうございます。ありがとう。早く18歳になってにも早くなりたい。あつしさん、水色のペンライトありがとうございます。ありがとう。緑色のペンライトもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。体操ってヒップホップするんでしょ？え、でも分かんない。ヒップホップはしないかもしれないけど、なんだろう、あれはします。床は曲に合わせてダンスっていうか演技をするんですけど、ダンスとアクロバットをしていく感じでね、なんか曲によってヒップホップみたいな、めっちゃかっこいい系の曲もあるし、可愛い系とかいろんな曲もあります。こんばんは、こんばんは。スケモンさん、バラありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うん、いやちゃん朝だったね。そう、朝書いてくれて嬉しかった。18歳になったら24時まで配信できるから。そうだよね、早くなりたい。誕生日の瞬間起きてたの？起きてたよ。
でも18歳の頃には良き先輩になってないとね。そうだよね。なんか憧れてもらえる先輩にならなきゃ、ね、まあでも今後輩なので。山の日の誕生日のアイドルが多いのかな。 AKB48 のきーちゃんやずんちゃんもお誕生日なんて。そう、なんかみゆのじゃない、8月11日がお誕生日の方が結構多くて、ボン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 。こんばんは。18なんてうっとすぎるほそう、リアちゃんとね話してました。ノイミーの新曲が出たじゃないですか、思わせぶりっ子っていう。マジで可愛いよねって話をリアちゃんとずっと最近してました。マジでいいよねっていう話をしてました。マジいいよね、ほんまに可愛いしみたいな。思わせぶりっ子が可愛すぎて今日すっぴんメイクしようと思ったんですけど、ちょっと今日はいいかなっていう甘えが出ちゃいました。みんなメイクしてもね、なんかちょっとね、なんか顔を触っちゃうから、こうやってやったりして顔触っちゃうから、メイクなんかしちゃったら取れちゃうんですよ。18歳になっても高校卒業するまで22。そうなんですよ、だから高校を卒業してると願ってしていう9期生とか、そんなに。中学生の時は毎日5食食べて夜食にラーメン食べてたよ。朝学校に遅刻してでも朝ごはん食べてた。すごいねそれ、マジですごい、尊敬。カカさん初見の方、はーい、ハロー、はじめまして。あとハロー、 I'm Miu、 My name is Miu 梶原。 Thank you、 Please call me Miu ポン。すごくない、あつしさんハート3つありがとうございます。ありがとう、すっぴんだよ今日、驚いた。おつぽんおつぽん。アリサさん初見の方こんばんは、やっほー。実はすっぴんなんです。信じられない。すっぴんでも美人はいいな。美人ですか、うれしい嬉しい、そんなこと言われて。英語ペラペラやん、ほんまに。めっちゃ練習したよねみんなで。4年後のチューポンとかワクワクするしかね。でさ、リアちゃんと2人でさ、なんかしたい、そういうね、なんだろう、いろいろ。誕生日おめでとう、ありがとう。カプレイさん、クラッカーありがとうございます。パンありがとう。スピンでも可愛い、本当に Thank you。おつぽんおつぽん Thank you。 いてち並べでミューポンのカードが4種類出た。マジでそれは幸せ者だ。いつかダブルセンターになりたいですね、リアちゃんとダブルセンターになりたい、なっていけるようにこれから努力しなきゃ。次はインドネシア語でお願いします。ハロー、ナマサヤミュー、トーロンパンリュサヤミューポン。すごくない、待って、すごくない普通に、待って言えたんだけど。ハロー、ナマサヤミュー、トーロンパンリュサヤミーポン、言えた。おもぼもぼん、チューポンで CW 歌ってほしい。なるほど、めっちゃすごいやん。すごい、すごすぎん、ほんま。やった、褒めてもらえた。ヤマンジさん、バースデーケーキありがとうございます。ありがとう、ついに暗記した。だってね、一緒にね、みんなでやってたからね。みんなのおかげです。すごい。ありがとう。お、すごい。すごい。ほんと？ You can speak Indonesia. Yes, 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 yes. Yes なのかな？でもこの2文しか言えないね。
ハロー生さやみゆ、討論パンデュさやみゆぽんしか言えないんだよね、みゆ。覚えたんだね。ちょっとね、覚えたかも。ちょっと、ね、でもこれしか言えないから、みゆ。2カ国語マスターしたかな。2カ国語だけマスターした、明日。じゃあ今自己紹介だけだったら3カ国言えるよ。すごくない？広島も入れて。イエスイエスイエス。ルックセカリ。留学してみたい。留学したくない。でもかっこいいと思うの、めっちゃ留学って。けど三重はママと離れるのが嫌だから。三角語語すごいすごいでしょ。天才かもしれない。こんばんは、こんばんは。ルックイズかわいい。ルッ Thank you。 三重がかわいいってこと。Look at me, look at me。 あつしさん、金のマイクありがとうございます。ありがとう。やっぱ天才、ほんと天才。Look at me, look at me。 Thank you。 言えてるくない？ちょっと違うかもしれない。ミーポンの過ごしでてよかった。配信見れてよかった。こちらこそありがとう。こんな長時間の配信見てくれて。ミーポンの忙しいってよかった。配信見てありがとうね。うますぎ。アルイフさん、初見の方ポンポンポン、やっほー、はじめまして。おいしい。画面明るいよね、いつもより。だね、なんか明るい。でもここが明かりが入ってくる場所なのかも。明日神戸まで電車で1時間で行けるから楽勝。1時間すごいね。神戸って兵庫だよね。5075人突破目と、お、5105人、皆さん見てくれてありがとうございます。皆さん Look at me。 おつぼんおつぼん。Look at me。 おめでとうございます。ありがとう。ハッピーバー。皆さんぜひみゆのお家でね、誕生日会しましょうね。っていうか来てください、本当に。
来れないけどね。あ、大阪やから兵庫の神戸まで隣町みたいなもんやから楽勝。そうなんだ、めっちゃ近いってこと。不定法って言うと広島バージョンだって君のことが好きじゃけ。14歳になったということは昨日まで13歳だったんですね。そうなんです、私今まで13歳という日を過ごしてきましたが、今回で14歳になることができました。イエーイ、嬉しいことなんですよ、これはめちゃくちゃね。なので14歳になったみゆもこれから応援よろしくお願いします。14歳の目標としては挑戦ですね。挑戦していこう。まあ片道1時間で行きます。じゃあ2時間か、両道で。なので私この1年は本当にやっていきますね、本当にちゃんと。なんだろう、大変かもしれないけど、そんな大変なことをどんどん乗り越えていくっていうか、挑戦していって、そこで見える、なんだろう、そういうのを作っていこうと思います。そうですね、そんななんか挑戦をする1年をしていきたいなと思います。挑戦していく1年にします。自己紹介で14秒に。そうなんよ、マジでもう14なんの、もうほんまに実感ない、やだ。14でも若い、若くないってことで2009年生まれなのか。そう、2009世代なんですけど、挑戦かっこいい。そう、挑戦していろんななんか違う、アイドルだけど違う分野でもどんどん活躍していけるような人間だから、いろんなことに挑戦していけるような人間性を生み出していこうと思います。僕は鬼、中2の8月生まれ2人いるよ。そうなの、8月生まれなんだ。やっぱ8月生まれの方結構多いよね。 in JKT48 is the アニョンは you know。 ん、 in JKT48 is the アニョンユーノ Yes。 わかんない、なんて読みますこれ。09年と昨日やん昨日は嘘さすがに昨日は嘘ね。09世代なんですけど昨日はめっちゃおもろい。メンバーは最初の1ヶ月は少し前の年齢を自己紹介で言うの我々だから。絶対さ言うよね、広島のさツアーとかでさ13歳って言っちゃいそう。思って14歳って言わなきゃ、14歳になったって言わなきゃ。フミポンズになった、ありがとうございます。誰が JKT48 のことを知ってる人いるかいと聞いてる。え、すごい、どうやって JKT48 で知ってる。 JKT48 の方はでも配信はめちゃくちゃ見ます。え、なんでさみんなそんな英語をさ、なんだろう、解読できるの、あのインドネシア語とかさ、なんでそんな解読できるの、解読読めるの。
と6年近くは10代ミュえそうだけど、でも時って一瞬じゃないですか。13歳、あ間違えた、14歳だけじゃないですって。 STU48 3期研究生の13歳、違うこうじゃない、はい、13歳、あはい、広島県出身13歳、あ14歳になった梶原美です。多分ミュウの予想では緊張してこうなるか、それか13歳のままか。広島県出身14歳の梶原美です。え14歳ってなんか不自然だな。13で定着してたからミンポンでやった、ありがとう。くまっぴーさん、クラッカーありがとうございます。パンありがとう、誕生日メトありがとうございます。ゆたるんさん、初見の方お誕生日おめでとうありがとうございます。みんなありがとう。14歳ならないで、なりたくない。ゆうつんぱいせんも14歳なりたて、よく間違えてた。やっぱ間違えちゃうよね、どうしようね。ゆうちゃん14歳の誕生日おめでとうありがとう、誕生日おめでとうありがとう。なんかさ、このさ、アメリカンストロベリーだっけ、なんだっけ、アメリカンチェリー食べてたらさ、めっちゃさ唇赤くなってきた。多分ね、あれリップみたいな感じかな。誕生日おめでとうありがとう。まあこんばんは、誕生日おめでとうありがとう。果物で赤くなる、そう。誕生日おめでとうありがとう。うん、で赤い。はじめまして、お誕生日おめでとうありがとうございます。はじめまして。スクランボ赤くなっちゃうの、果物の多分エキスみたいな、液体エキス。笑顔バリかわいい、ありがとう、ありがとうございます。やばい、誕生日が終わっちゃう、バースデーガールが終わっちゃう。笑顔バリかわいい、ありがとう、バースデーガールが終わっちゃう、やだよ。タコがかわいい、バースデーガールのが終わるのが嫌なんですけど、私毎日バースデーガールがいいな。こんなにポンポンの配信見るの嬉しい。みんな多分飽きてきてますよね、ごめんなさい。今日はスクショタイムある、あのね、いつでもスクショしてほしい。全然ね、いつでもねスクショしてくださいって感じです。うん、浮き輪だ。これプール持っていこうかな。リアちゃんの分もねある。リアちゃんはこの1です、これリアちゃん。浮き輪みたい。看護の仕事をしてるんだけど、職場でコロナが出て仕事疲れ果てた。お疲れ様です。そりゃ大変だ、感染気をつけてください。すごいね、看護のお仕事してるんだ、お疲れ様。おつぽんおつぽん。明日は誕生日、ご野菜。ポンポンの配信があるの、これはありなんちゃら。
こんばんは、こんばんは。ありがたい、本当にありがとう。キアラが似合うアイドル、本当？ジュリアちゃんの誕生日の時はさ、このティアラをあげようかな、貸しそうかな、つけてほしい切実にミエがつけてほしいだけなんだけど、ジュリアちゃんの誕生日にこれをちょっと贈呈して、ちょっと貸してあげて、貸して、あのちょっとミエスクショをいっぱいしようかな。ずっともぐもぐ配信してくれててもいいよ、本当に。ポン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 。ちょっとね、甘いものがめっちゃ食べたくなってきた。 STU48 を知ったきっかけは何ですか？ですね、まあ、スマホでなんか私体操機械体操をしてたんですけど、なんかなんだろう、まあいろいろあって、なんかそのいろいろあって、まあ区切りがいい時になったから、一回なんかなんかオーディションがあるっていうことをスマホで見てて知って、え、そうなんだってなって、なんか受けて、めっちゃ受けてみたいなって感じになって、ママに言ったらいいんじゃないってなって、そっから知りました。そこで知りました。なので本当に、でもともと知ってたのは、なんだろう、まあ、小6ぐらいの時に知りました。ですかね。まあでも花は誰のものがきっかけかもしれないです。その曲に私は救われましたね。その曲を聴いて今こうやって入れてるっていうのも間違いないからかな。いっぱ、が酸っぱくなってきた。このさくらんぼが酸っぱいのかもしれない。カチューシャも似合いそう。ね、カチューシャさ全然持ってないんですよね。買おうかな。あつもん。レアチューの誕生日はね、10月5日だった気がします。ミエバンズになってありがとう。ミンミンさん、クラッカーありがとうございます。パン、ありがとう。ティアラすごくにゃ、ありがとうございます。もしリアちゃんが後輩だったらなんて呼んでもらえますか？みゆちゃんって呼んでもらいたいかな。普通別になんか今はみゆぽんって呼ばれてるんですよ。あだ名だからみゆちゃんって呼んでもらいたいかな。それか普通にみゆって呼ばれたい。猫耳は似合いそう。猫耳似合いますか？つぽんつぽん。あ、なんかこれ下がってくる。さい、ちょっとつける位置が悪いかも。切実にリアちゃんにこのカチューシャじゃない、このティアラをつけてほしい。あら、ちょっと誕生日にこれ、誕生日つけて配信してねって言おうかなってつけてくれないかもしれない。いや、リアちゃんつけてくれないかな。
でもね、私岡山ツアーでツインテールをしたんですよ。ツインテールをして、なんか今回ツインテールしたからリアちゃんも愛媛のツアーではツインテールしてねって言ったんですよ。したらしてくれたんですよ。だからこれは希望あるなと思って、なのでこれは誕生日に、これ誕生日つけてねって言ったらオッケーって言ってくれるかもしれない。背景青いけど青が好きなんですか？そう、水色と青系のそういう海の色みたいなのが好きです。ポンポンが言ったらつけてくれるよ。本当に誕生日おめでとうございます。ありがとう。めっちゃ可愛かった。本当にミヤのツインを見ました。岡山一部行きました。ありがとうね。そう、一部ではハーフアップをしてて、でもこれ熱っってなって、二部ではツインテールしました。誕生日おめでとう。ありがとう。リアチューってデレデレなんかな、ツンデレなんかな。え、リアちゃんはデレデレですよ。ツンデレじゃない、デレデレ。ミエが知ってるリアちゃんはデレデレです。ハロウィンやクリスマスでカチューシャつけてほしい。そうだね、つけたい。なるほどなるほど。岡山に公演見に行きました。ありがとうございます。集合写真見た。確かに止めた。そうなの、リアちゃんはツインテールにしてって言ったらしてくれる優しい人間。誕生日おめでとう。ありがとう。やばいやばい、あと30分で配信が終わる。お誕生日配信が終わっちゃいます。やばい、やだやだやだ、終わりたくないよ。終わりたくない。リアチューとモンモン仲直りしたらしいね。そうなの、よかった。ヒーターは背が高く最年長だからセンターになった。いや、ヒーターはダンスがかっこいいからかなって思った。あと表現力がかっこいいからかなって。もう本当にもうすごいよね。お、5555人、皆さん555555555見に来てくれてありがとうございます。ありがとう。誕生日、誕生日、そっか、中学生8時まで、そう8時までだからね。誕生日おめでとう。ありがとう。めっちゃ早い、めっちゃ早い。時間は残酷だ。時間は待ってくれないからね。楽しい時間はあっという間で、次の曲が最後となります。楽しい時間はあっという間で、あと25分で配信終わってしまいます。それでは聴いてください。配信、え、そこはなんとか。え、みゆだってさ、もっと長い時間配信したいんですよ。そうだって、でもまあしょうがないよね。ナオミョンとのエピソードありますか？にゃにゃにゃ。ナオミョンとのエピソードですか？ナオミョンは、え、でもリアちゃんとよくいるイメージなんだけど、リアちゃんなんかね、リアちゃんが、あ、もういいんだ、じゃあ知らないからねって言うんだよね、ノアミョンに。もういいから、もうユナちゃんのところ行くからみたいな言うのよ。それでなんか、あ、そうなんだ、分かった、じゃあ自分もヒーターのところ行くねみたいな、ヒーちゃんのところ行くねとか、もうめっちゃおもろいって思って。なんか、あ、そう、じゃあいいよいいよ、全然行ってくださいみたいな、ね、わざとそうやって言うのが面白いです。アツシさん、金のマイクありがとうございます。ありがとう。ポンポンの配信終わらないで日本の時計を止めに行こう。七並びは朝対戦できたけど、いつも朝七並びしてるの。そうだね、朝やってます。学校行く時とか。8時は寝る時間だもんね。違うよ、
違うよ。ポポポポポ、今日はね11時59分までねちゃんと誕生日を楽しむって考えてますか。明日もみーぽんお盆休み、え、お盆休み、うん、わかんないけど明日は休みかな。いや、ちゅう今度かなうちゃんとお化け屋敷行くらしい、いいな。みーもね学校のねお友達と行くんですよ。あれでしょ、市内のパルコのやつだよね、ツンデレ合戦私らの成功ターン、おめでとう。え、かすみんちゃん来てくれてるんだけど、さすがに幸せ。え、かすみんちゃん、やっほー、来てくれてありがとうございます。やっぴー、かすみんちゃんが来てくれてる、ありがとう。私らの末っ子おターン、おめでとうだって、誕生日は別バラとかないのかな、え、わかんない。かすみんちゃんが来てくれた。今度は7並べ配信しよう、したいんだけどね、スマホ2台持ってない。かすみんちゃんが来てくれました。皆さん、かすみん本物、そう本物だと思います。かすみんちゃん来た、かすみんちゃん、広島の3人娘来た、3人来た。そう、リアちゃんもねさっき来てくれたし幸せ。七並べ結構やってるけど全然ミューポン立たない、嘘マジ。こんばんは、こんばんは、かすみんやっほー、かすみんちゃんこんばんは、かすみんちゃんやっほー、バリ嬉しい、バリ嬉しい、やっほー。あ、リアちゃんも来た、待ってマジで広島の3人来たんだけど2人か、嬉しい、いやちゃんやっほー、やったね、こんばんは、こんばんは。歯が綺麗、ほんと、うんうん、かすみんちゃん、リアチューありがとう。俺もみーぽんのカードを押し設定してるのに全然当たりません、マジ。いやでもやってるよ、七並べ普通に。日本の時計を止めに行ったら7時40分だよ、ずっと。そう、もう7時40分、あと20分しかない、 A の誕生日配信が。あついさんハート3つありがとうございます、ありがとう。リアチューやっほー、リアチュー愛されみ、めっちゃ嬉しい、最高の最高のフレンドです、ベストフレンド。リアチューやっほー、リアチュー。あついさん、ハートのラブレターありがとうございます、ありがとう、ありがとう。見て、14歳、おめでとう、おめでとう。14歳になりました、イエーイ。こんばんは、こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。かわいいね、本当に最強。あ、すーちょっとリアちゃんに聞いてほしいことがあって、ちょっと本当に待って、本当に聞いてほしいことがある。これは本当に恥ずかしいけど、というのは恥ずかしいんですけど、よし、すいません、ちょっとお友達から電話がかかってきちゃった。ちょっとリアちゃん、ちょっと今聞いてほしいことがあります。あの誕生日、リアちゃんの誕生日に、あのこれをちょっと、おー、これをちょっとつけてほしくて、あの誕生日これ渡すので、ちょっとこれ誕生日つけてほしいです、お願いします。これつけて配信をしてほしくてお願いします。このティアラをリアちゃんの誕生日の時につけてほしいです、お願いします。それ無理だったら全然いいんだけど、全然無理だったらいいんだよ、いいんだけど、できたら誕生日にこれを
つけてください、お願いします、渡すので。どうかなどうかなどうかな、だから、どうかな、どうしよう、ダメって言われたら。これはちょっと本当にジュリアちゃんにつけてほしくて、普通に誕生日にね、いいの似合うかな、待って、全然つけてほしい、あのスクショいっぱい撮る、マジつけてくれるの、つけてくれるかもしれない、これは愛の告白来た、告白だから、これは、これは新一さん、ピンク色のハートありがとうございます、ありがとうありがとうございます、オッケーみたい、オッケーだね、やったね、仲良しだね、そう仲良しなのよ、絶対似合うと思う、マジで嬉しみが強い、やっぴー、じゃあこれアリアちゃんに贈呈するので、誕生日つけてね、アリアちゃんがつけたらポンポン喜ぶ、そう喜ぶからつけてよつけてよ、マジか、やったよっしゃ、おやったね、めっちゃ嬉しいんだけど、嬉しみが強い、ありがとう、いやこちらこそありがとう、ピープよかったよかった、これはもうもう嫉妬案件、じゃあリアちゃんちゃんと自慢してね、これミューフォンがあのつけてって言ってって言ったから、よろしくね、ポンポンナイス、ポンポンナイスです、ナイスです、ナイスナイス、見て片割れ発見誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、かめっちゃ酸っぱくなった、私たくらんぼりょうさん、ハッピーバースデーケーキありがとうございます、ありがとうありがとうございます、バースデーケーキありがとう、あと15分、あと15分しかない、わー悲しすぎる、つらい、うううう、悲しい、懐かしい歌やな、懐かしいよねこれ、だから14歳これからも頑張ろうね、リアちゃんありがとう、泣きそう、泣きそうになってきました、ありがとうリアちゃんカイトさん、バースデータワーありがとうございます、ありがとう、バースデータワーありがとうございます、ですね、今ね書かせていただいてて、よいしょ、ちょっと待ってね、バースデータワーを今こんな感じで書いてるのでありがとうございます、また後で書こうと思います、ありがとう、カイトさんありがとうございます、ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとうありがとう、リアチュー、お誕生日配給はまだちょっと続くから、明日もパーティーしてよ、明日もここでやっちゃうリア中最後にポンポン泣かしてください、もう泣きそうだよ、リア中も14なのね、そう2ヶ月だけリアちゃんと同い年なんですよ、あつしさん音符ありがとうございます、ありがとうありがとうございます、こんばんは、錦鯉じゃん、
錦鯉大好き。日曜日もね、この配信画面は変わらないはず。そうなんだ、この黄色いやつ、周りが。泣きそう、リアちゃんありがとう遅くなったけどハッピーバースデーありがとう。健坊さん、ピンク色のハートありがとうございます。ありがとう。錦鯉って中学生に向けてるのね。もうね、大好き、面白い。そう、去年だっけ、去年 M1 グランプリを見てる時に、決勝、準決勝ぐらいの時に見てて、え、おもろって思って、めっちゃ面白いやんって思ってました。あといちごちゃんのやつ、絶対に成功させようねってやつもめっちゃ面白いなって思ってた。錦鯉知ってんの。うん、誕生日前後の2日間はこの背景。そっか、そうだった。誕生日おめでとう、ありがとうございます。初見のさくらんぼさん、来てくれてありがとうございます。さくらんぼさん、ありがとう。さくらんぼさん、あ、うまっ。はじめまして、はじめまして。我が命をかけて9月3日にのツアーに研究生オリジナルうちわを作って用意します。ありがとうございます、楽しみにしてます。ありがとう、りゅうちゃんさん、ありがとう。14歳おめでとう、ありがとう。 M1 見るや、見るよそりゃね、重大イベントだよね結構。ジョージさん、初見の方、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。あ、実は僕も8月生まれです。そうなんですね、お揃いだ。初見です、ありがとう。ジョージさん、ありがとうございます。アツシさん、ピンク色のハート、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。くるくるさんとはよくお話しするの。そうですね、くるくるさんとはなんかよくお話し、8月23日は僕の誕生日で23歳になります。おめでとうございます。おめでとう。ジョージさん、フォローありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あつしさん、赤のだるま、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ちなみでカスミンと当たった。そうなの、いいね。ミュー当たったことない、カスミンちゃんと。あと10分しかない。そのまで悲しいね。あと10分ってさ、10分ってどんぐらい、一瞬でも50、なんかいつもなんか7時51分とかになったらめっちゃ泣きそうになる。もうあと、もう10分しかないじゃんって思ってね、めっちゃ悲しくなる。くるくるの話で途中で止まった。嘘、多分もう一回友達から電話かかってきたからかもまた会おう、また会いましょう、広島ツアーで待ってます。ラペチーノさん、赤の、あ、黄緑のだるま、ありがとうございます。あと紫のだるまもありがとう。 Wi-Fi やばい、頑張って。違う、ごめん、友達のね、スマホじゃん、友達から電話かかってきました、ごめんね。あのね、あれなんですよ、電話かかってきたらさ、ずっとさ鳴り続けてるからさ、ずっと声が聞こえなくなるのかも。タニーさん、100回の方もありがとうございます。ありがとう。はいはい、マニーメニー、明日も昼夜配信、いや明日は
まだ決めてないです。こんばんは、こんばんは。フラペチーノさん、赤のだるまありがとうございます。そして黄緑のだるまと赤のだるまとオレンジのだるまと赤のだるまありがとうございます。いっぱいありがとう。広島ツアーで会おうね。そう、みんな広島ツアーで待ってますので、ぜひ。友達多くてやるましいな。いや全然ですよ。フラペチーノさん、ピンク色のハートありがとうございます。ありがとう。フラペチーノさん、いっぱいピンクのハートありがとうございます。ケンボーさん、オレンジのだるまありがとうございます。ありがとう。9月3日楽しみすぎますね。そうですね、私は徳島と岡山を終えているので、その前の徳島と岡山よりもさらにさらにパワーアップした姿を見せていけるように頑張るので、ぜひ楽しみに期待しといてほしいなと思います。フラペチーノさん、ピンク色のハートいっぱいありがとうございます。ありがとう。広島2公演当選してるんで楽しみ。ありがとう。七並べは三角研究生の並ポンドリアちょっと2人だけ対戦できた。そっか、ありがとう。対戦ミンミンさん、ラブのタオルありがとうございます。ありがとう。フラペチーノさん、バラありがとうございます。ありがとう。14歳だ。広島で全員集合。そうなの。オノピーさん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。アツシさん、水青の水ありがとうございます。ありがとう。インパルさん、かわいいありがとうございます。ありがとう。ラムくん来てくれたの。めっちゃ重いよ。やばい重かった。意外とラムくんありがとうね。ありがとう。インパルさん、かわいいいっぱいありがとうございます。ありがとう。ケンボーさん、ピンクのスポットライトありがとうございます。ありがとう。ラクラク、ダメだダメだよ、食べ物ダメなよ。広島夜公演しか当たってないけど、今一般数の申し込み中。ありがとう。こんばんは。じゃあぜひね、ツアーでお会いしましょう。りょうさん、お誕生日タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとう。あ、ダメよ、らくんありがとうございます。ありがとう。インパルスさん、ピンクのスポットライトいっぱいありがとうございます。ありがとう。あつしさん、拍手ありがとうございます。ありがとう。あ、やばい、重い、ラムくんが。よいしょ。じゃあ、かわいい、かわいいでしょ。ラムネくん、大きくなったのよ。そう、ちょっと太ってるからね、重たい。一応これでもチワワだよね。かわいい、かわいすぎる。食べちゃいたい。これは前くるくるさんに言われたセリフ。みーぽん食べちゃいたいって言われた。マジでかわいい、ほんとに。な、ラムネくん、もうすぐ誕生日だね。あと2ヶ月後だね。ワン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 。フラペチーノさん、金のマイクありがとうございます。ありがとう。食べちゃダメよ。フラペチーノさん、ピンク色のハートありがとうございます。ありがとう。フラペチーノさん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう。アツシさん、ハート3つありがとうございます。ありがとう。ラムネくんを食べるのは怖い。食べないよ。食べません。20時からかすみ配信でこれです。多分ね、行っていいのかな、8時以降って。ダメな気が。誕生日配信ありがとう。終わっちゃう。そうだね、終わっちゃうよね。ちょっと待ってね。ちょっとメモしときますね。よいしょ。りょうさん、バースデータワーありがとうございます。ありがとう。あと、カイトさんありがとうございます。やばい、時間がやばい。カイトさん、ありがとう。
ありがとうございます。あ、充電器を引っこ抜くところだった。よいしょ。それじゃあちょっと時間やばいね。誕生日おめでとう、ありがとう。今日は皆さん配信見に来てくれてありがとうございました。はい、それじゃあね、あつしさん3つのハートありがとうございます。それじゃあ壇上に入りたいと思います。皆さん今日は本当にありがとうございました。13位ビッグエブさん、ありがとうございます。12位キッドさん、ありがとうございます。11位マスタさん、ありがとうございます。10位ナラニシさん、ありがとうございます。9位リカさん、ありがとうございます。8位フラペチーノさん、ありがとうございます。7位ナル先輩さん、ありがとうございます。6位オノピーさん、ありがとうございます。5位アツシさん、ありがとうございます。ワー君。4位スバルさん、ありがとうございます。3位インパルスさん、ありがとうございます。2位はカイトさん、ありがとうございます。1位はリオさんでした。はい、今日も皆さん配信見に来てくれてありがとうございました。また次の配信で会いましょう。本当に今日はありがとうございました。皆さんのおかげで14歳素敵なスタートを送ることができました。14歳は挑戦をするという目標なので、これからどんどん挑戦をしていって、アイドルなんですが、アイドルだけではなくいろんな分野から見てなんか最高なアイドルになれるように努力していくので、これからも皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。皆さん今日は本当に見に来てくれてありがとうございました。また明日も配信、毎日配信しているので、ぜひ配信見に来てください。そう、明日はねツアーがあると思うんですけど、ツアーもね、まあツアーに、明日はツアーに被らないように配信しようと思います。皆さん今日は見に来てくれてありがとう。バイバーイ、おやすみ、ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー、ラッキーバースデートゥーユー、君が何よりテテ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